かすぎ、こういうシステムだよ、理解してね。そしてヒコリは木を切ってると手が滑って斧を湖に落としてしまいました。せーの、真っ二つ。次は浮いてるです。次のセリフは浮いてるです。皆さんお願いします。ヒコリは困ってしまって、と泣いてしまいました。せーのOK です、大丈夫です。見て、猫ちゃん下から見てます。猫好きだから関係ないから帰っちゃいました。始めます。すると何て言ったでしょう、ブクブクと湖から女神様が現れました。せーの、真っ二つ。2回目、真っ二つだから2回目なんですよ。イエイイエイ。するとこの湖の女神はこう質問しました。あなたが落としたのはこの金の斧ですか、それとも銀の斧でしょうか。せーの、斧の芋か、それとも汚れた普通の斧ですか。せーの、芋か。飽きてきました。あともう3枚ぐらいだからついてきてください、お願いします。するとこの青年は正直に普通の斧ですと答えました。せーの、煩悩出すぎ。嫌いですか、大丈夫ですか。そんなことないよ。ありがとうございます。大好きだよ。いや照れるな。せーの、頑張って、お互い頑張ってね、頑張りましょう。あと2枚です。そんな正直者のあなたには斧を全部あげましょう。せーの、口座振り込みかーい。そしてこの機会は斧を全て手に入れましたとさ。せーの、めっちゃ増えてるー。見えてました。めっちゃ増えてました。じゃあ、待った、めでたし。どうも伊藤ちゃんでした。ありがとうございます。